妖怪劇場赤鬼の謝罪会見にゃん。本日はみんなに謝らなくちゃあかん。どういうことでうぃす？心を入れ替えたということですか？今まで俺すぐ怒ってみんなを怖がらせてた。このままじゃあかん。このままじゃあかんじゃないんですよ。あかん？あとね、まず顔がパワハラなんですよ。本当に心を入れ替えたらね、そこから変えていかないと。あいつ調子に乗りすぎだ。ほらお似合いですよ。元よりずっとイケメンでうぃす。貴様、怒りました？怒ったらあかんですよね。じゃあこれでどうでうぃす？でもこうやってこうやってこう、はい、赤鬼さんが小学生からやり直すという意思表明でうぃす。あらかわいい。いい加減にしろ。あ、切れてます。完全に切れてますよね。今これ記事にしちゃいますよ。いいんすか？決めたらあかん。じゃあ次はこれで。なんです？私を殴りたいって顔してますね。殴れるもんなら殴ってみなさいよ。なことすりゃね、ここにいる記者さんたちがこぞって記事にして。あれ、記者さんたち、いやー参ったね。こりゃこりゃなんちって。おしまいにゃん。